皆さんこんにちは、将棋部佐藤です。今日は4月9日ですね。将棋日記の第12回目となります。ちょっと置きます。昨日ですね、4月8日は、我々将棋部の運営ミーティングでした。で、本来ですね、将棋部の運営ミーティングは週に1回必ずやろうってことだったんですけども、ちょっとなかなかタイミングが合わなくてですね、2週間やらなかったんですね。そうすると結構やっぱり議題が溜まってまして、で、まあ、ちょこちょこメッセージとかではやり取りはしてるんですけども、やっぱりこう対面でしっかり時間取ってミーティングすることで、アイデアがいろいろ膨らんだりですね、膨らんで派生して、でそれを収束するような感じのミーティングになったんですけども、やっぱ濃い打ち合わせができたんですね。で、昨日はちょっとかなり長めにやりまして、7時ちょいから11時ぐらいまでやってたりもしたんですけども、やっぱりですね、顔を合わせてミーティングするっていうのも非常に重要だと思ってます。しかも定期的にやることで、今までやるはずだったタスクがどうなったのかとか、あるいはここに困ってて手が進まないとか、あるいはこんなこともやりたいとか、新しいことが出てくるようになるんですね。で、何かこう目標を立ててやることってもちろん重要なんですけども、それに対してですね、しっかりこう進捗を図って今どういう状態なのか、それから当初の予定になかったことができるようになった、あるいはこれは優先順位が下がってきたみたいなことを、つどつど確認することで、次の試合が決まると思うんですね。そんなことを今回の運営ミーティングを通じて改めてこう定期的な確認の大事さ、大切さを感じることができました。もしあなたも何か目標があって、それに向かってこうチームで動くような場合は、やはりこう最初の目標を立てることも大事ですし、それをですね、定期的に確認する、この定期チェックっていうのも非常に重要なんじゃないかなと思っております。はい、でそんなわけですね、この濃いミーティングの中からできたものが、次のイベント、あるいは将棋部の次の試玉杯の大会に生かされるようになっておりますので、ぜひね、これからも将棋部を楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、今日も日記ご覧いただきましてどうもありがとうございました。